俺気を抜くと中うのカツ丼食うわああ分かるんしゃれうまいねいやカツ丼俺気抜くと食っちゃうわカツ丼マジかカツ丼食べてる最近知ってる閉じないカツ丼流行ってるのあるのは上乗せのやつね何それそそそううあああとから乗せるってやつか卵焼きの上にカツ丼乗ってんのあカツ乗ってんの何それえいや今日の習さんなんかあれ 5歳児みたいやな何それ何それ好奇心がすごいの好奇心すげえうんどういうか。と5歳児がいると思ってもらってじゃあ閉じない活動美味しいのかなあれ最近のそんな今さらやけど確かにああ映えるって言ってね確かになんか見るわ映える映えるじゃない映える映えませんやろ いやまあ、映えるとも言うけど。映え、ね、<laughs> る <と S 2> じゃダメですか。映えるはだ映えるの方がまあわかるけど、やっぱ映えるじゃない映えるはちょっと草になっちゃうんだ。何をクソクソ笑っとんねこいつら。映えるやろ。いやいやいや。映えるよ、映える。いや、映えるでも分かるんだけど。やっぱちょっとね、古典的な感じするよね、る。いや、ないでしょ、別 <laughs> マジ、うん、何を美しい日本語を使ってるんだって思っちゃうやっぱりそれは <laughs> 草生えるの方になるのかあなる今生えるって言ったらやっぱ草の方でしょ草の方か草です、うん、そうだな